土砂崩れが起きた下北山村の国道です。現場はここからおよそ200メートル離れた場所にある斜面で、きょうは朝からレスキュー車両などが多く出入りし、あたりは緊張感に包まれていました。ただ現在は多くの車両が撤収している状況です。今月23日の夜、下北山村の国道沿いの斜面が高さ40メートル、幅2、30メートルにわたって崩れました。 少なくとも車1台が取り残されているとして救助隊が捜索を続けていましたが、午前10時半過ぎに土砂に埋まった車の運転席周辺から人の骨のようなものが複数見つかったということです。また、引き上げられた車は全焼していて、土砂の中で燃えたとみられています。基本的には運転席を中心に見つかっておりますので、一人のものであると、 思われますが、これも確定には至っておりません。消防によりますと、車は連絡が取れていない70代の男性のもので、土砂の中からは釣り道具なども見つかりました。警察は今後他に巻き込まれた車や人の人が他にいないか捜索を続けるとともに、見つかった人骨のようなものの鑑定を進める方針です。